内房線。内房線は、千葉県千葉市中央区の蘇我駅から、房総半島の西岸、東京湾側を経由し、千葉県鴨川市の安房鴨川駅へ至る、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。また、内房線の前身である、房総再線についても記述する。なお、運転系統としては、外防線区間、千葉駅。 蘇我駅間を含めた千葉駅安房鴨川駅間となっている後日三章。千葉市から東京湾沿いに房総半島を南下し、太平洋沿岸の鴨川に至る路線。蘇我駅で外房線から分岐し、安房鴨川駅で再び外房線に接続する。なお、千葉駅から安房鴨川駅までの距離、営業キロは内房線経由より、 外房線かつ経由の方が距離が 29.9km 短い。千葉駅機密駅間は複線区間となっており、列車の本数も比較的多く、東京方面からの快速列車も乗り入れている。一方で、機密駅以南は単線区間となり、列車本数は少なくなる。蘇我駅機密駅間では東京から京葉線経由で、 特急列車が乗り入れているが、平日の日中は、定期特急列車の運転はなく、朝と夕方から夜のみの運転となっている。全線が、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の東京近郊区間、および IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。全線が、千葉支社の管轄である。内房線の正式な起点は、蘇我であり、千葉駅。 ソマ駅間は外房線となっている。しかし、内房線の普通列車は、千葉駅を発着駅とするため、JR の旅客案内やウェブサイトでの乗り換え案内では、内房線のこと状の起点は、千葉との案内表記が多く、千葉駅、ソガ駅間は内房線、外房線が共用している状態となっている。この区間は、東京や千葉のベッドタウンであり、沿線は、 住宅地に囲まれているが、この区間でも利用者数が減少し、1992年から2015年度と比べ、蘇我駅機密駅間の利用者数は約19.5%減っており、利用者が増加中の駅は浜野駅と袖ヶ浦駅のみである。利用者の利便性向上のために、浜野駅、町浦駅、袖ヶ浦駅には、快速、通勤快速が終日停車するようになった。 東京都心への通勤、通学利用が多く、ラッシュ時は、千葉駅発着の普通列車のほかに、総武線に直通する快速、京葉線に直通する快速、通勤快速が設定されており、同区間から東京都心まで一本の列車でアクセスできる。特に、京葉線の通勤快速は、京葉線内での通過駅が多いこともあって、所要時間を大幅に短縮している。 ただし、東京駅の京葉線地下ホームは地上ホームと離れているため乗り換えには時間がかかる。利用者が多い区間のため特急を除いた日中時間帯に定期の特急列車は運行していない日中の機密駅までの運行本数は1時間に3本、木更津駅立山駅の列車含むであり、日中でも総武線快速が 直通運転として、君密駅まで乗り入れている。君密駅南は、東京湾と房総丘陵の間のわずかな平地を、東京湾の沿岸に寄り添う形で走行する。沿線には、マザー牧場、ノコギリ山などの観光スポットや、多数の海水浴場が点在する。また立山は、南房総における、観光拠点の一つであり、観光アクセスとしての役割が目立つ区間である。 海岸沿いを走行するため、風の影響を受けやすく、しばしば運休する。複数ある風規制区間のうち、特に運転中止になりやすい助ケ町駅、カズ港駅間では、暴風策の設置が行われ、2012年3月21日に完成したが、それ以外の区間でも風規制になることも多く、線区全体での対策が求められている。この区間の沿線人口は少なく、 立山市街地以外は集積した市街地がないため乗車人員が300から400人程度の駅が連続する。機密駅を境界に利用者における極端な段差が生じているため、機密駅以南の普通列車は日中は1時間に1本で路線も単線となる。また、この区間の普通列車は2017年3月4日のダイヤ改正により市中は 地駅への直通運転がなくなり、木更津駅立山駅間の運行となり、秘密、木更津以北の系統と分断された。利用状況面において、同区間を通過する観光利用者数も減少傾向にある。慢性的な渋滞になっている、京葉道路を迂回する東京湾、アクアラインや立山自動車道、ふ立山道路、国道127号立山バイパーの開通により、 東京から南房総へのアクセスは自動車の比率が劇的に高まりつつあり、これが機密駅難の観光利用客を減少させる結果となった。平日日中の特急、サザナミがの木並定期列車から臨時列車に変更されたのが代表例である。逆に高速道路網が茂原までしかない外房線沿線は現在も鉄道利用が主体となっている。なお、沿線にある 六谷山山町付近に国土地理院六谷山即地観測所が存在し、気象庁地磁気観測所と同様に地磁気の観測を行っているため、常磐線のように交流電化ではないものの、君密駅立山駅間の一部区間では通電区間を数キロメートル単位に細分化することで地磁気観測に影響がないようにしている。立山駅より先は東にて、 外房線と連絡する安房鴨川駅を目指す。この区間は基本的に普通列車のみが運行され、ほとんどの列車はこの区間内のみの折り返し運行で、立山以北との直通は少なくなっている。千倉駅安房鴨川駅間は太平洋の沿岸に寄り添って進み、海水浴場やマリンスポットマリンリゾートなどの海に関するレジャー施設が多くなる。この区間における利用動向は、 立山駅安房か川駅間の両都市間の相互移動と南房総の観光の入り口の一つである千倉駅への観光利用安房タクシン高等学校の最寄りである南三原駅への通学利用に止まる普通列車を中心としたダイヤ編成で千葉駅を発着する系統が主体である東京方面から直通する列車は東京駅千葉駅間は総武本線を千葉駅 蘇我駅間は、外房線を経由する。また、特急列車と一部の普通列車、快速含むは、京葉線を経由し、蘇我駅から東線に交流する。京葉線の東京駅から、君津駅まで特急、さざ波が運転されている。かつては、特急、ビューさざ波や、朝の上りに、おはようさざ波、夕方下りに、ホームタウンさざ波が運転されていが、 2005年12月10日のダイヤ改正でサザナミに統一された。また、臨時列車であるが、週末に特急、新宿サザナミ、主に新宿駅立山駅間が運転されている。かつては、千倉駅まで運転する列車もあった。またかつては停車パターンが列車ごとに異なっていた。2015年3月14日のダイヤ改正で特急、 サザナミの定期運用では、すべての列車が平日に、東京・君津駅間での運転に統一され、君津駅・立山駅間の特急列車の運用は、土曜、日曜、祝日の臨時特急、新宿・サザナミのみとなった。府中列車は、日中は主に、千葉駅・木更津駅、君津駅間、木更津駅・立山駅間及び、立山駅安房・鴨川駅間の列車が、運転される。 千葉から安房鴨川までの内房線全線を直通運転する列車は少ない。複線区間の違い駅機さら駅、君津駅,駅間は、総武線快速直通列車も合わせると1時間に3本、程度、岩根駅を除く運行されている。君津駅南は、単線で、朝夕は、多少本数が増えるが、基本的に1時間に1本程度の運行となっている。なお、 2017年3月4日の改正で、日中時間帯の千葉駅立山駅間の系統は、木更津駅立山駅間の運転に変更され、横須賀、総武線からの快速列車と木更津駅、立山駅間で運行する普通列車を、機津駅で、隣のホームで乗り換えるようになった。立山駅安房鴨川駅間についても、区間内を折り返し運転する列車がほとんどで、 立山井北との直通列車は少なくなっている。かつては安房鴨川駅で外房線と相互直通を行う列車もあったが、現在は安房鴨川駅を越えて運転される列車はない。京葉線直通列車は、秘密発東京行きの普通列車、京葉線内も各駅停車が夜に2本設定されている。千葉駅地区内機間では最大重量編成。 千倉駅安房か毛川駅間では最大8両編成、ホーム自体は10両編成に多様で運転されている。総武線快速が朝の1往復のみ、木更津駅発着である以外は、機密駅まで乗り入れている。運転本数は一部時間帯を除き1時間に1本で、1972年の設定当初は千葉駅木更津駅間の停車駅は五位駅のみだったが、 ダイヤ改正を重ねるにつれて停車駅が増えていき、1990年時点の千葉駅からの停車駅は、蘇我駅、八渡宿駅、五井駅、姉毛崎駅、木更津駅となっていたラッシュ時のみ長浦駅にも停車。その後も沿線自治体による快速停車の陳情で徐々に停車駅が増えていき、2001年12月1日の改正でラッシュ時のみ袖ヶ浦駅に 停車、2004年10月16日からは長浦駅、袖ヶ浦駅に終日停車し、2009年3月のダイヤ改正では、浜野駅、2010年12月4日のダイヤ改正から、本千葉駅にも停車するようになり、千葉駅、木更津駅間の通過駅は、岩根駅のみとなっている。列車の編成長は15両、または11両編成である。 2015年3月14日のダイヤ改正では、特急、サザナミの本数減便による建て替えで一部の普通列車を総武快速線直通に変更、千葉発木更津行きの列車、岩根駅は通過も朝に折り一本のみ新設され、2017年3月4日のダイヤ改正では、特別快速が走っていた時間帯に増発され、これにて、 総武線快速の設定のない時間帯がなくなり、1時間に1本以上運転されるようになった。京葉線直通の快速、通勤快速が朝夕に運転されており、2015年3月14日、改正時点の運転本数は以下の通りである。快速は平日ダイヤでは朝に上り1本、矢により4本運転されており、すべて機密駅発着で運転されている。 ど、休日ダイヤでは、朝に上り3本、矢により5本運転されており、朝の上りのうち1本のみ、上佐港発で、残りは、君津駅発着となっている。下りの上佐港港きは運転されていない。通勤快速は平日のみ運転されており、朝に上り2本、矢により1本運転されている。朝の上りのうち1本のみ、上佐港発であるが、 下りの数ズ港駅は運転されていない。君津駅で夜間退泊した車両が数ズ港駅まで改装され、折り返して営業列車となる。京葉線直通の通勤快速、快速は2015年3月14日のダイヤ改正より岩根駅も停車駅となり、内房線内は各駅に停車する。しかし、下り列車に関しては、普通。 各駅停車とは案内されず、通勤快速、快速のまま案内される。このほか前日したように、京葉線、東京行き普通列車が夜に上り2本、運転されており、夜1本目の快速と、夜2本目の快速と、と休日は3本目の快速が、機密駅到着後に折り返す運用である。なお、平日の通勤快速と、と休日は、快速と、 夜3本目の快速、土休日の4本目は、君津駅到着後、普通列車として、千葉駅まで運行され、千葉駅から平日の通勤快速、土休日は、快速は、木更津駅。夜3本目の快速、土休日の4本目は、君津駅まで運行後、終点で夜間退泊する。これは、京葉車両センターに所属する京葉線の車両が、千葉駅に乗り入れる。 唯一の運用である。二千十五年三月十四日のダイヤ改正、実際は月曜日の十六日から、より東京駅立山駅間に総武快速線、直通の特別快速が設定された。運転本数は平日のみに一日一往復であり、東京駅立山駅間の停車駅は、錦糸町駅、船橋駅、津田沼駅、千葉駅、蘇我駅、小井駅、木更津駅、 君津駅、佐抜町駅、浜金谷駅、安田駅、岩井駅、富浦駅で、金主町駅立山駅間の停車駅は、従来の特急、新宿さざなみと同一である。車両の編成長は、東京駅木更津駅間では15両、クリーン車2両連結、木更津駅立山駅間では4両、クリーン車連結なし編成である。2017年3月4日のダイヤ改正。 実際は、金曜日の3日をもって、登場からわずか約2年で運転を取りやめた。現在はすべて電車で運転されている。房総半島を一周する鉄道のうち、東京湾側の鉄道として1912年、明治45年に、蘇我駅屋毛け先駅間が、木更津線として開業したのが始まりである。以後小刻みに延伸を繰り返し、1919年、大正8年に、 安房北上駅、現在の立山駅まで達したところで、北上線と解消し、その後九百二十五年、大正十四年に、安房鴨川駅に達して、現在内房線の区間が、全通した。九百二十九年、昭和四年には、房総半島の東側で建設されていた、房総線が安房鴨川駅まで延伸され、北上線を編入の上、千葉駅、 大網駅安房法上駅木更津駅、蘇我駅間が暴走線取れた。1933年昭和8年には再び、蘇我駅木更津駅安房鴨川駅間が暴走再線として分離され、1972年昭和47年に現在の内房線に改称された。1950年昭和25年の夏には、 太平洋戦争後発の海水浴客向けの臨時列車、潮風を運行する。以後、夏季は各地から暴走再戦内房線へ向けて臨時列車が数多く運行された。1963年、昭和38年と1964年、昭和39年の夏には列車不足を補うために当時未電化であった暴走再戦に電車も入線させた。 電車は、千葉駅でパンタグラフを畳み、ディーゼル機関車の牽引によって、館山駅まで運行された。市原市の構想として、小井駅屋根池崎駅間に、島野駅、仮称の設置が検討されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。